よろしいですかね。それでは定例の会見、始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私から冒頭2点申し上げたいと思います。第1点目はですね、今日はいわゆる教員、小学校、中学校の教員の、勤務実態調査、28年度の集計の速報値が文科省から発表になりました。それによりますと、これは昨年の10月、11月の勤務実態を調査したものですけれども、小学校の教員で、月平均のこの平日の時間外が約65時間、から休日が約5時間、それから中学校の教員で、平日が71時間、休日が23時間。という実態が出ました。で、いわゆるこの時間外勤務がですね、過労死ラインと言われている80時間を超えると、こういう教諭が小学校で大体 33.5%、中学校で 57.7%、でこれが復興庁教頭になりますと、さらに小学校で 62.8%、中学校で 57.9%。小学校の一般教員で3割を超える、また中学校で6割近い人が過労死ラインを超えて時間外勤務をしているという実態が明らかになったわけでございまして、これはもう看過できないというふうに思います。働き方改革が叫ばれてますけれども、これは公務員も含めて全く同じでございまして、この実態を踏まえてですね、早急に改善策を取るべきであるというふうに思います。で、特に休日はですね、クラブ活動が非常に大きな負担になっているということもありますので、いわゆるクラブ活動の指導員を外部から起用してですね、教員の負担を減らすとかですね、あるいは学校の指導体制、勤務実態に合わせて、そういう指導体制をしっかりするとかですね、これ、早急に手を打たないといけないんではないかというふうに思いますし、また、ゆうさん、教員の場合は、勤務実態が、なかなか、把握が難しいということもあってですね、時間外については、いわゆる教員加算という形で加算されているわけですけれども、これは実は41年度の調査に基づいて、約8時間。これ平日休日合わせてですね、8時間分だけが教員加算という形でされているわけでございまして、ということは残りは全部サービス残業ということになるわけですから、やはりこういう教員加算のあり方等も含めてですね、やっぱり勤務実態に合った当然加算があってしかるべきだと思いますし、早急に改善策を取るようにですね、求めていきたいと、党としても今、部会を中心にこの問題、議論していただいておりまして、早急に考え方を取りまとめたいと、このように思っております。第2点目ですけれども、いよいよ明日からゴールデンウィークに入ります。国会議員も地元に戻る方が多くなりますけれども、北朝鮮問題への対応等もあってですね、不測の事態にも備えなければいけないと思いますし、いかなる時もきちっと与党としても対応できるようにしなければいけないと、緊張感を持って、このゴールデンウィーク中の期間についてもしっかり取り組まなければいけないと、こう思っております。またゴールデンウィーク期間中についてはですね、公明党としては大いに有権者の皆さんに党の考え方とか実績をしっかりアピールしていきたいと思っております。で、基本的には憲法記念日を中心に、山口代表を5月の2日に、憲法記念日の、街頭演説を行いますし、国会議員や全国の議員がしっかり街頭演説で訴えていきたいと、こう思っております。また4月の29、30日はですね、動画配信サイトのイベント、いわゆるニコニコ超会議、
が行われますけれども、これにも公明党としてもブースを出展するというふうに予定しております。で、今回はこのブースをですね、米助パークというふうに銘打ってですね、党のゆるキャラでございます米助とともに、公明党に親しみを持っていただくような機会にしたいと思っております。また党の青年委員会の議員の皆さんにも、ステージで番組の出演を予定しておりまして、若い皆さんにもしっかりアピールをしていきたいと、このように考えております。私からは以上でございます。はい、冒頭 その教員 その勤務実態についての検討の件なんですけれども、現状、その党内の議論として、どのあたりに今、課題があるというふうにお考えなのかということと、今後、どのような形でいつごろ取りまとめをされてです、ね、どういう形でアクションを起こされていくのか、スケジュール感もお聞かせください。先ほど申し上げましたように、勤務実態が明らかになって、多くの人が、過労死ラインと言われている80時間を超えるという実態が明らかになったわけですから、これはもう看過できないということで、具体的には、例えば先ほど申し上げましたけれども、クラブ活動の負担が非常に大きいと、特にこの土日の負担が大きいという実態がありますので、これは外部指導員を、雇用してですね、負担を減らすと、外部指導員は専門家ですので、より適切な指導もできると思いますので、これを早急に拡充をするとかですね、それから勤務実態というものをしっかりと把握をして、学校における指導体制をしっかり確立をすると、で、そういう勤務が長時間に及ばないようなですね、働き方改革というものをしっかりと、に取り組むということもありますし、それから教員の定数、前回法定化しましたけれども、これをできるだけ前倒しでやって、負担を減らすとか、それから先ほど申し上げました、時間外が実態に伴ってない、大半がサービス残業になっているという実態があるわけですから、やはりそういう教育現場の実態に合わせた、教育、教員加算といいますかね。そういうことについても、やはりしっかり実態を調査して、早急に実現をしたいというふうに思ってます。それで、骨太方針がこの6月にも決まりますので、そこに、来年度の概算ということを考えますと、まずやはり骨太方針にこうした考え方というものをしっかり盛り込むということかなというふうに思っております。日経新聞の小原です。関連しまして、この公務員の働き方改革っていうのはですね、民間とまた違った難しさがあるのかなと思いますけれども、その公務員っていうのは基本的には公僕としてですね、尽くさなきゃいけないっていうのもあると思いますし、霞が関の役所の方々もですね、質問通告に合わせて結構深夜勤務をしたりとかっていう実態があったりっていうのもあると思いますけれども、公務員の働き方改革を今後どのように進めていくべきかっていう大きなお話がもし。といってもですね、これは労働者であるということには間違いないわけですので、やはり勤務実態に合わせた給与とかですね、いうこともしっかり やらなければいけないと思いますし、からできるだけそういう時間外が増えないような形で、公民の全体としても考えなければいけませんし、もしこういう国会の在り方等がですね、そういうことに影響を与えているということで、これまでも随分取り組みをしてきておりますけれども、そこもやっぱり改めてしっかりと自覚をしなければいけないのではないかというふうに思っております。話題変わりました。共同通信の福田です。日露首脳会談についてお伺いします。北方領土でのですね、共同経済活動実現に向けて官民調査団を北方四島へ来月中にも派遣することで合意しました。これについての受け止めお願いします。昨年末 のプーチン大統領の訪日で、合意したことについて、やはり着実進めていくということが非常に大事だと思いますので、今回安倍総理の訪ロによってですね、経済共同活動について、
まあ、具体的な一歩を踏み出したということは非常に評価していいんではないかというふうに思っています。まだ会談の内容を詳細に私も把握しておりませんので、それぞれの分野で大きな前進があったというふうに受けて止めておりますので、まあ、これからまた中身をよく伺いしてですね、我々としてもしっかり、まあ、バックアップしていきたいとこう思っています。先ほど山口代表参議院総会で、まあ、様々なレベルでの交流が対ロシアとの外交関係で様々なレベルで、やっていくべきだというお話をされていましたが、党としてその政党間での交流など、まあ、ロシアとについて今現段階で何か計画されているものがあるまあ日露議連があってですね、私も日露議連の副会長をやってますので、まあ、議連を通じたロシアの議会との、まあ、交流、まあ、これも一つ大きな課題だと思いますし、それから、まあ、党としてはですね、まあ、できれば、山口代表にもですね、党としてまあ、放浪していただいて、日露関係の前進に貢献できるように、まあ、したいと、まあ、これまだ代表と相談してませんけれども、私としては、まあ、そういうふうに考えております。北海道新聞の話でもしたけれども、現在 の首脳会談の話の中でもありましたけれども、まあ、共同経済活動の前進とは見られるんですけれども、一方でこう元島民の方たちからは、共同経済活動をやりつつも、しっかりと労働問題についても、お伝えにならないようにというような声が上がっていますけれども、最終、この共同経済活動と労働問題 の関係性について、会長の考えを。平和条約をきちっと結ぶ、まあ、その環境を作ると。いう一環として、まあ、今回の共同経済活動もあるわけで、まあ、そういうことを具体的に進めていくということはですね、平和条約を締結する、道筋になるのではないかと。ロシア側も、平和条約の締結の可能性については可能というふうに、まあ、言っておりますので、そういうことを、まあ、具体的に一つ一つ着実に進めていくということが、そこにつながっていくのではないかというふうに思っております。はい、どうぞ。NHK の根本です。天皇陛下の退位の話なんですけども、まあ、連休明けには法案の要項が出てきまして、で法案審議も近いんですが、この法案を審議する場ですね、どの委員会でするべきだと幹事長お考えでしょうか。まあ、今政府から骨子が示されて、まあ、党内でもう議論が行いましたけれども、まあ、私自身は まあ、国会の基本的な考え方、政府衆参の政府議長の下でですね、各党の代表者が集まって、まあ、国会としての基本的な考え方を取りまとめた、その線に沿って、骨子ができているというふうに理解しておりますので、まあ、連休明けに要項が出てきて、改めて各党の協議は行われると思いますけれども、まあ、なんとかそこで合意をした上で、最終的な法案、まあ、15日の週にも法案が、閣議決定し、国会に提出されるようになるのではないかというふうに思っておりますけれども、まあ、それを受けて、まあ、国会でどういう形でそれを審議するかということで、まあ、いろんな特別委員会を設置するとか、あるいは内閣委員会でやるとか、まあ、いろんな案が出ておりますけれども、まあ、これから各党間でよく協議をすると、まあ、大臣というのは国対委員長間でよく協議をしてもらいたいというふうに思っております。私自身は、まあ、どこでやるべきという予断は持っておりません。はい、はい、どうぞ。
話題変わって、憲法改正についてなんですけども、はい、まあ、先ほど憲法記念日の街頭演説もお話し触れましたが、まあ、衆議院側ではその各論に入っておりまして、まあ、徐々に議論も進んでいると。憲法改正の発議は近くなっていると、井上幹事長、現状をお考えでしょうか。国民投票法が改正をされて、まあ、発議ができるという状況に今なっていると、まあ、それを受けて、今、衆参の憲法調査会、参議院はなかなか進んでないようですけれども、まあ、衆議院では着実に今、憲法調査会の中で、個別テーマについて議論されております。で、まあ、それぞれやっぱり各党の考え方というのはいろいろ違いますし、まあ、この議論をしっかり積み重ねてですね、まあ、憲法改正ですから、まあ、もちろん3分の2ということはありますけれども、まあ、できるだけ多くの会派が合意できるということは前提ですし、また憲法調査会の議論を通じてやっぱり国民的なコンセンサスを作っていかなければいけないということを考えますと、まあ、なんか期限を切っていつ頃までにという状況では今まだないんではないかと。ともかく今議論がスタートしたばっかりですので、まあ、やっぱり国民のコンセンサスがどういう形でこれから作られていくかということなんかも見極めながらですね、やっていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。まあ、東日本大震災のような大災害時にですね、国会議員の任期を延長するかどうかという議論がありますが、これについて幹事長のお考えを。まあ、私の東日本大震災の経験から言いますと、まあ、その時に、まあ、衆議院が解散をしていたらどうなのかということになると思うんですけれども、まあ、よくここもですね、じゃあ本当に選挙ができるのかできないのか、じゃあどのくらいの期間が必要なのか、からまあ参議院の、なんて言いましたっけ、緊急集会という憲法上の規定もありますし、まあ、そういうことをさまざまに検討する必要があるんじゃないかなと。今すぐ何か任期を延長しておかなければいけないということについては、まあ、そんなに私は、まあ、切迫感が今すでに私自身があるという段階ではないなと、まあ、よく検討しなければいけない課題だと思いますけれども。朝日新聞の磯部と申します。話題変わって築地市場の豊洲への移転問題についてなんですが、繰り返し賛成で恐縮なんですけれども、山口代表は先日のラジオ番組で都議選の前に方向性を出して結論を出すのが望ましいというふうに述べていらっしゃいます。で、なんかその自民党はその小池さんが決断できないことについて批判していますけれども、その井上幹事長もこの問題については都議選前に早期に決断すべきだというふうなお考えなんでしょうか。豊洲、まあ、築地のですね、豊洲移転の問題というのは、これはもう東京都の問題なんで、私がそれについてどうこう申し上げる立場にはないというふうに思ってますけれども、まあ、代表はですね、東京都選出の国会議員でもありですね、この問題に非常に強い関心を持ちだし、私はそれは当然だと思います。まあ、そういう意味で都議会の公明党としてはですね、そういう今お話があったように、きちっと工程表に沿ってですね、でこれをきちっと、できるだけ前倒しをして、都議選前にも結論を出すべきであるという考え方を打ち出しておりますので、その線に沿って代表もおっしゃっているんだろうというふうに思いますし、まあ、都議会がそういう方針を持ってますので、私としては都議会の方針であればそれはその通りだというふうに思っております。ただ、まあ、あくまでもこれ東京都政の問題ですので、私がどうこういう立場にはないということでございます。読売新聞の曽畑です。都議選について伺います。もう告示まで2ヶ月を切っている状況ですけれども、この大型連休中はですね、どういったことを重視して公明党としては活動を展開していくお考えでしょうか。
しゃるように、都議選まで2ヶ月切りました。で、このゴールデンウィークというのは非常に大事な期間であるというふうに思っております。それぞれ人の動きも非常に活発な時期ですから、積極的に街頭等に打って出てですね、公明党の考え方をアピールする絶好のチャンスではないかというふうに思っております。で、各選挙区ともですね、このゴールデンウィーク期間中の街頭の計画が出てきておりますし、山口代表も3日から街頭を演説をですね、各選挙区回って行うと、こういう計画になっておりますので、党としてはそこをしっかりやるということだろうと思っています。共同通信の福田です。今日はプレミアムフライデーなんですが、ちょっと政権的にはまだあまり浸透してない印象も受けるわけなんですが、山口代表は今日予定があるみたいで、こう幹事長のご予定は私はですね、諸行事がありますので、そこに出席をした後、夕方地元仙台に戻る予定にしています。話が豊洲移転に戻ってしまうんですけれども、豊洲移転について公明党として都議選の前にという方針であればその通りだと思っているというふうに官邸先ほどおっしゃいましたけれども、これは都議選の争点にすべきだというふうにお考えになりますか。これはもう築地から豊洲移転というのは、そういう選挙の争点にすべき問題ではないと。やっぱり安全をきちっと確認をし、それから都民のこの安心感というものをしっかりと醸成をしてですね、そして実現すべきだというふうに思っております。これはそういう意味ですでに東京都として工程表ができているわけですので、その工程表に沿ってできるだけそれも前倒しをしてですね、結論を出した方がいいのではないかと。もともとはやっぱり選挙の争点にすべき問題ではないというふうに思っております。はい。今日は森友学園の問題をめぐって民進党が籠池、前の理事長を呼んでヒアリングをするということですが、この一連の森友学園問題をめぐる、国会審議は今後どうなっていくと見られていますか。この問題については籠池理事長の承認喚問があって、そういう中で、一つは国会議員の関与があったらどうかと、そのことについては、あったという明確な証言はなかったというふうに理解してますし、それからこれまでの一連の経緯の中で、この手続き、払い下げの手続きについても、法律上の瑕疵はなかったということが、かなり明確になっておりますので、私は残っている問題は大阪の、大阪府の小学校の認可をめぐって、これが関与があったのかどうか、それから法律的な違反があったのかどうか、そこは大阪で今さまざまな形で調査を行っておりますので、そこが明確になっていくということは非常に大事ではないかなというふうに思っております。ただいろんな過程で、いろんな疑問が出てくればですね、例えば財務省の関わり等についてですね、そこはやっぱり説明責任をきちっとその都度果たしていくということは大事だろうというふうに思っております。じゃあどうもよろしくお願いします。